マツカサススキサイルパスミッチッカーイニスは、カヤツリグサカアブラガヤ属の植物の一つ。1メートルを超える大型の草で、多数のコボからなる果樹を作り、丸っこいコボを10個以上まとめてつける。大きな株を作る、多年生の草本。茎は高さ100から150センチメートルにまでなる。茎は太くて硬く、5から7の節があり、その断面は、鈍い三両型をしている。 葉は根室状に出て、また茎の節からも出る。葉心は線形で扁平。幅は4から8ミリメートル。茎の葉ではその基部が筒状の鞘となって密着して茎を包んでおり、その長さは3から10センチメートルになる。花期は8から10月。花序は副産棒状で、茎の先端に一番大きな花序が出てその長さは5から10センチメートルになるが、より小さい花序が、 下の節からも出る。果樹の基部から出る。双方辺は3から5あって養生に発達して、長いものは果樹より長く伸びる。果樹は柄の先端に10から20個のコボが集まったものから構成され、このコボの集まりは計1から1.5センチメートルになる。コボには柄がなく楕円型で長さ4から6ミリメートルか国会色を帯びる。コボは 多数の輪ペンがら旋状に配列したもので、その輪ペンは強乱形をしており長さ 3mm、幅 0.7mm で、淡かし色。めしべの中等は3個で、その周囲に並ぶ針状下皮辺5から6本で、糸状にくねって長く、長さは 5mm と果実より長い。またその先端近くの円はまばらに上向きの小さな突起がある。 和名は登場に集まった古母の様子から名付けられたもので、学名の種称名は牧野が勤務していた、当時の東京帝国大学学長であった、三つくり柿地に、懸命されたものである。日本固有種であり、本州、四国、九州にかけて分布する。ただし普遍的に見られるものではない。図鑑等では、気象等と記されたものは見当たらないが、 例えば、岡山県での生育地は2カ所のみとの報告があり、その中でも個体数は少ないとのこと。口述のように分布域に全体にわたって、かなりの数の都府県で絶滅危惧種の指定があり、多くの地域で希少であることが伺える。日当たりの良い草原湿地に生える。平地の湿地に生育する。小松かさす本種の属するわぶら属には九種が知られ、 高根クロスギエスマキシムービックス部以外はいずれも背丈が1メートルほどになる大柄の総本で臨片柄線上に並んだコボが数十個以上もつくものである。しかしその多くはコボをココバラバラかせいぜい数個ずつの集団につけるものでそれに対して本種はコボを10個以上も集めてつけることで一目で区別できる。同様にコボを集団につけるものには 小松サススキエスフロノワズ、ヒメマツカサススキエスカルーサーンシスがある。小松カサススキは、より小型で、枝分かれが少ないことで区別される。小松カサススキの名は本種に似て小型であることによる。ヒメマツカサススキは、小松カサススキに似て、ガワイの文化序の数が5から10と多いことで、区別される。またこれら2種は、コボの輪片が本種より幅広くて卵型である。 ことでも区別される。環境省のレッドデータブックには取り上げられていないが、分布域全域にわたる24都府県で何かのレベルの絶滅危惧種として取り上げられている。さらに詳細に見ると、四国では全県で指定があり、近畿では和歌山以外の府県で指定されている。では、和歌山県では普通かというとそうではなく、 それどころかこの県では最終記録そのものが4回しかなく、それもすべて県北部に限られており、どうやら絶滅危惧種の検討対象にすら登らなかったらしい。要するに近畿から四国にかけては全面的に絶滅危惧扱いである。京都では生育地の減少が明らかであるとし、その理由として湿地や河川敷など本種の生育地が容易に開発されがちであること、 美しい花をつけることもない、目立たない植物であるために意識されず、犠牲になりやすいことなどを挙げている。以下、種として、大橋保花編、p 三百五十九星のほか、p 五十八巻の原著、p 三百二十七上や、p 百七十星のほか、p 百八巻の原著、p 三百二十七大橋保花編、p 三百五十九星のほか、p 十九から五十 および大橋保果編、P359 牧の原著、P327 日本のレッドデータ検索システム2018年11月18日、閲覧北の京都府、レッドデータブック2015.2018、11、18、閲覧。ありがとうございます。